はい、どうも皆さんこんにちは。えー、っと今日はあの有感陣内をお送りするんですが、えっと8月12日でいいのかな。 うんえー、っと12日金曜日の「夕刊陣内」ですご,ございますけれどもちょっとですねあの1週間前にあの今回録画させていただいてます大体いい当日の午前中にねあの撮ってまあ撮って出しというかね新鮮なニュースを新鮮なうちにっていう感じでお届けしたい、えー、気持ちで、えー、夕刊陣内っていうのを始めたんだけどちょっと今回ねあの僕夏休みというかあのー。 2泊3日でちょっと長野県の方にですね、あのー、家族で、あのー、ちょっとした夏休みをとって、あのー、行く予定がございまして、えー、8月12日はあちょっと出先にいますので、あのー、12でいいんだよねあごめん10 12だ、うんえー、なので、あのー、ちょっと録画して えー、お送りするという、ちょっといつもとは違う形式で事前に録画しております。はい、えー、っと、あの、今日もですね、あのー、いつも恒例の一人ビブリオバトルプレミアムですね、えー、今朝も、えー、っとですね、アップロードしました。えー、ビリー・グラハム、神のもとの国家、アメリカ。 いうですね、ビリー・グラハムに関するシリーズ、えー、これちょっとですね、第2回ということで、えー、こちらも概要欄にあのノートのリンクを載せていますので、えーまあ、こちらご購入いただきますと、150円ですね、1話150円で、えー、ダウンロードして何度でも、いつまでも聞けるということなのであの、ぜひですね、ご利用してくれたら嬉しいと思います。まあ、ビリー・グラハム研究というのはですね、まあ、これからあの、まあ、亡くなられたのが2018年ですか、えー、それから、まあ、いろんな そんなことがですね、今後もこう究明されていくっていうか何ていうのかな、あのー、まああまりにも影響力の大きい人物でありまたその福音派というものの肖像のようなあ、ね、象徴のような人物でもあったので、まあ、そのビリー・グラハムという人が一体どういう功績がありまたどういうその 高材で言うとそのどういうネガティブな部分があったのかということを、えーね、我々が知りそしてそこから前に進んでいくということがすごく必要なんであのビリー・グラム研究の本すごく面白いんでもしよろしければご購入下されば感謝です。で今日はねあの録画放送ということであの何だろう いつものような今週あったニュースを扱うのはもう鮮度がねあの命ですからあのちょっと今日は避けていくつか僕ちょっとねあの 時事ネタではあるんだけど、その賞味期限が長いやつっていうか、あのー、タイムスパンが年単位のようなトピックっていうのがあって、で、そういうニュースもちょっとあの日頃から収集してて、あのー、それをちょっとね、今日は話したいと思います。で、テーマは一つで、えー、ニュース記事は二つです。えー、テーマは何かっていうと、あの、親ガチャっていう話なんですよ。 で親,親ガチャって皆さん聞いたことあるでしょうかねあのテレビとかでどれぐらいあの流通してるかわからないけど結構ネットニュースなんかではよく目にする言葉だしあとはまあその教育格差なんかの書籍を読むと出てくるあの言葉なんだけどこれはもう若者の間で流行った言葉で、まあ、今でも使う子はいるけどあのでもこの言葉が出始めたのって多分この3年23年とかでいいと思うんですよね。であのガチャって っていうそのネットゲームスマホゲームのそのえー、っと何ていうのかな例えば課金してじゃあ500円課金したらガチャが引けますでトルルルパンみたいなでそしたら僕もやったことないよやったことないけどそこういうことだなと理解しているのはで出たらあすごい強い選手が出たとかサッカーゲームだったらねなんかあちょっと、うん、結構普通の やつが出たみたみいな,なんか、まあ、ビックリマン的な感じの要素があってでそういう「えー、ガチャ」という言葉があるんですけど、えー、その「ガチャ」という言葉を「親」に使うというのはどういうことかというと何、えー、て言うのかなその今の若者のその世相をすごくよく表していてつまりその自分は親ガチャに外れたっていうのはあのあの自分がその例えばじゃあブサイクで。えー なんかこう頭も良くない IQ も低い学校の勉強もできないで親んだったら離婚してる、えー、生活保護家庭これ親ガチャ外れたね,ねでもそれに比べて、ね、あの人はあお金持ち、ね、両親は医者,医者,医者です、えー、あるいは弁護士です、えー、そしていいところに住んでます、えー、そして離婚もしてません、えー、そして彼らはその上頭もいいときてると。 あれは親ガチャ当たったねみたいななんかそういうことなのね。であの、まあ、この議論って実は両方側から攻めることができるんであの基本的にはあの大きなあの2つの全く違う そのフレーームワークでで見ることができます、えー、まず一つ目に関して潰しておいて2つ目の話をしていきます今日は。一、えー、つ目に関しては僕が親ガチャっていう言葉を初めて聞いた時に感じたのがこの一つ目でそれは何かっていうと確かにえっと子供は親を選べないんですよ。ね。でそういう意味ではガチャっていう表現がその 当たってなくもないんだけど、同時に親だって子供を選べないわけですよね。で、それが生まれてくるということのその神秘であり、そしてそのなんていうのかな。 あのまあ、ビクトール・フランクルという,う精神科医が言ったその我々は人生に意味を問う側にではなくて人生に意味を問われているんだっていうことで言うとその親ガチャっていうのはあくまでその初期設定の問題っていうのを与えられた問題について言ってるんでそれの外れやあたりがあなたの人生を決めるんではなくてその所与の条件の中でそれをどう正解たらしめるのかっていうかそれを使ってある人はもう ね、72色の絵の具が与えられてどんな絵でも描けるみたいな人がいるかもしれないでも自分には1色しか与えられてないでもこの1色の濃淡を上手に使って水墨画のような豊かな絵を人生というものがね芸術だとしたら描くことができるかもしれないこれがまあビクトール・フランクの考え方なんですねで僕はこういう考え方は割と好きだから あのいや親ガチャとかってちょっとそのねあれだよねって思ってたのだけど知れば知るほど彼らがもう一方もう一つのサイドから見た時にその今の若い人たちが親ガチャをという言葉を使わざるを得ないほどその追い詰められてるというとあれだけどその、まあ、松岡さんという人が教育格差っていう本を書いてるんだけど要はその、えー、と貧富の格差の えっと、拡大再生産っていうのかなある種こう身分制度みたいになっちゃってるんですよねでこれはあのデータ的にもその平成の30年でものすごく進んだんですよでもアメリカはそれのも最先進国だからもうアメリカは本当にひどいんですよまさにその生まれた地域とか、えー、親のさその所得社会経済階層っていうんだけどそれによって本当にもう中世と同じぐらい身分が固定されちゃってるっていう現実があってまあそれがそのマイケル・サンデル教授がその 実力も運のうちっていう本を書いた理由でもあるんだけど、えっと、その親ガチャに関してはそういうそのビクトル・フランクル的な僕がもしじゃあ例えば今の若い20代の1人の僕とね親しい信頼関係のある人から親ガチャ問題自分は外れたと思うんですけどどうですかって聞かれたらビク,タビクトル・フランクル的な角度から攻めていくと思います。でこれは何て言うのかな本当に僕の本心からそういうと思います。だけども一方で この構造があるっていうのは間違いなくて、で、この構造自体に疑問を感じるっていうのは、至極真っ当なことなんですね、むしろね。で、これはあのー、シーライト・ミルズっていう有名な社会学者が、社会学的創造力という本の中で言ったことでもあるんだけど、こういう個別的な話じゃないですか、自分は親ガチャ外れたな、自分は親ガチャが当たったなっていうのは個別的な話なんだけど、じゃあその背景にある、 この社会が抱えている構造的に矛盾にまで光を当ててそれを論じることができるのが社会学的想像力なんだっていうことをシー・ライト・ミルズという社会学者は言っているでそういう角度から見るとこの親ガチャっていうこの,他、ね、あのネーミングというか 若者の中から出てきた言葉、これが意味するもの、これが社会に投げかけるものっていうのは、結構広いスパンを持つ、何ていうかな、問題提起なんだなっていうことに、僕は結構この1年ぐらいですごく感じてきて、で、それを表すようなネット記事を最近2つ見つけて取っておいたので、あの、ちょっと今日はちょっと 今日はその今週のニュースではなくて特別コーナーとして2つニュース紹介したいと思います。これね、今年の6月18日の毎日新聞の記事なんですけど、こういうタイトルです。親ガチャが腑に落ちたコロナ禍で弟の学費も稼ぎたくて政治に期待できない21歳というこういう記事です。えー、読んでいきます。<laughs> 親ガチャという言葉があるカプ,セル入りカプセル入りの玩具。 ガチャガチャや中身がランダムで決まるオンラインゲームのアイテムのように子は親を選べず家庭環境次第で人生が決まってしまうそんな意味を持ちインターネットを中心に広がる岸田文雄首相は就任直後の所信表面演説で 経済的環境や世代生まれた環境によって生じる格差やそれらがもたらす分断これが危機によって大きくなっているとの指摘がありますすべての人が生きがいを感じられる新しい社会を作っていこうではありませんかと述べた生まれた時の境遇から抜け出そうともがく若い世代の声を聞きたくて親ガチャという言葉を初めて聞いた時腑に落ちたという女性に会いに行った。 ピンク色の小さなリュックから取り出した学生証には、あどけない表情の自分が映っていた。京都府出身の女性、えー、これ21歳の方、えー、が、えー、給付型奨学金を受けながら通った国立大学に休学届を出して、もう1年以上になる。家庭的に恵まれた側じゃなかったから、子供の頃からなんで私だけと思うことが多かった。高校時代によく足を運んだという鴨川のほとりで彼女は振り返った。 生活保護を受給する母子家庭で育った母は体調を崩しがちで料理や掃除ができない自宅に調理器具はほとんどなく家庭の味といえばコンビニ弁当だった小学校の時友達の家に遊びに行って何でこんなに綺麗なんやろうと驚いたこのままでは多分母と同じような貧困から抜け出せないだろうそう気づいてから必死で勉強した 高校は学費が免除される特待生に選ばれ、選ばれた、えー、私立の、私立の女子校に通った。子供の頃からネット交流サービス、過去 SNS に自分のイラストを載せるのが好きで、絵画で賞をもらった経験もある。好きなことを生かしたいと芸術系の大学を志した。行くのはいいけど、学費は自分で出してね、と母は言った。費用がかかるため、受験した,いの,は受験したのは1校のみ。 滑り止めがあれば精神的な余裕があるけれど私はギリギリだった2020年春地元を離れて北,北陸地方の大学に入学した月額6万7000円ほどの給付型奨学金を受け取ることはできたが足りない学費に加えて生活費も自分で賄わなければならないやりくりが厳しい上に高校生の弟の学費も合わせて月数万円の実家への仕送りが重荷になった 飲食店でアルバイトを始めたが新型コロナウイルスの感染拡大で店はほどなく休業に追い込まれた他の店も休業が相次ぎ次のバイト先を見つけられなかった生活保護世帯の子どもが大学に進学する場合原則として受給の対象から外れる世帯分離という仕組みがある。 大学に通いながらの生活は憲法が保障し生活保護の対象となる最低限度の生活には当たらないという考えからだこれがだからその生活保護世帯の人って大学に通えないんですよねつまり逆に言えば大学に通っている以上生活保護は受けられないんですよ ね、これ僕もこの記事で初めて知って結構愕然としたんだけどでねえ生活保護費は世帯の人数で決まるため家族が受け取る総額は1人分減っただからその自分が大学に行ったことでその世帯ごとの生活保護の金額が自分分減らされたわけですよお母さんからするとで母は大学進学さえしなかったらこのままでいられたのにと繰り返した知らないうちに奨学金の振り込み口座からお金が引き出されていたこともあった お母さんが引き出したってことですね。生活がままならず追い込まれた末にキャバクラ店でのバイトを始めた抵抗はあったが他に学費を稼ぐ術がなかった当時コロナ禍で困窮して夜の世界に飛び込む人が増えていると話題になっていた自分もその一人なんやと感じた、まあ、これが岡村隆さんが炎上した原因ですよね、はい、で入学以来オンライン授業が続いていたが 半年後の20年秋になると対面授業に重点が移った昼は大学に通って授業を受け夜は働きに出る毎日空き時間にリポートレポートを作成した忙しくて食,食事を作れ,取れなかったり、えー、生活費節約のために食費を削ったりしていると次第に体が食べ物を受け付けなくなり、えー、体重は30キロ台に落ちたある日大学で倒れた 血液検査をするといくつも異常が見つかった。過労と摂食障害だった。寒さは寒さが厳しくなる頃には限界だと思うようになった。京都に戻って治療を受けながら生活を立て直していた2021年5月。儚かないというアカウント名のツイッターでつぶやいた。 はかないというアカウント名のツイッターで彼女がつぶやいたわけですね。こういうつぶやきです。生活保護世帯が大学進学するには世帯抜けないとダメなの。この世のバグなんよな。つまり彼女がその生活あの 世帯を抜けずにに大学に行くとお母ささんんまでで生活保護がカットされるんですよだから彼女が、えっと、大学に行くには世帯を抜けるっていう作業が必要だったんですよね。ちょっと衝撃ですよねこの仕組みね。で昨年実施した文部科学省の調査によると大学や短大の進学率は58.9%専門学校や高,高等専門学校を含むと83.8%に上る。逆に言えば高卒 というキャリアを選ぶ人は今の日本ではえっと16%強ぐらいにのえ非常に少数派なんですよね。で、これだけの割合が高校卒業後も進学するほど時代は変化したのに生活保護世帯の子どもたちは学び続けづらい現状に違和感を持った。つぶやきには9000以上のいいねがついた。声を上げてくれてありがとう。そんなコメントもあった。女性は今、 この21歳の女性、ね、は今、働きながら治療を受けている岸田首相が所信表明演説で格差に触れたことを取材で伝えてもそうなんですかと反応は薄かった政治に期待することを聞くと,と,聞くと淡々と言った子どもの頃うちの家庭の状況を親戚や周囲,にも,知って周囲も知っていたのに積極的に関わろうとしてくれた人はいなかった。 近かった人でもそうなのに政治家とは育った環境が違いすぎて私のような人の思いなんてわからないと思うおや大人や政治に期待するだけ無駄だと思っている政治はこの声に応えられるだろうかというこれはまあムクダカヨさんという人の毎日新聞のネット記事 でまあ、これね、あのまあ、ねあの僕読みました、聞いていただいてどう皆さん感じますでしょうか。本当に、あなんかあの2020年にねこれと似た話であのこの割れ切った世界の片隅でっていうあのね、えー、鈴木なんとかさんっていう方があの、ね、書いたねノートの、ね、記事がねものすごくバズったんですよね。 でえー、っと今も読めると思いますから無料であの是非ですね興味持った方はそのねあのこの割り割り切ったこの割り切った世界の片隅で よかったと思うんですけどあのこのノートの記事本当に秀逸っていうかまあ秀逸っていうかもう本当にだから今読んだ記事に本当に近いような話で、まあ、長崎出身の、えー、まあ頑張って勉強して東京の大学に出たはいいけども自分が実は社会階層のものすごく低いところにいたっていうさまざまなハンデを追いながら 要はその「用意ドン」で人生が始まった時に、えーとね、あの自分はそのスタート地点よりもはるか手前から走り出さなきゃいけなかっただからもう走りきった時にはやっと人のスタート地点に立てるだけどもその頃にはもう自分の同世代はも,もうゴールのゴールテープ切ってるみたいなそういう実感を語ったねあのねノートですごく僕も心動かされたんですけど。あの こういう状況っていうものがその親ガチャという言葉を生むというか、まあ、このねその記事の21歳の、ね、今京都で摂食障害の治療をしてらっしゃる今は大学生がその親ガチャっていう言葉を聞いた時に本当その通りだよなって思ったっていう話。 っていうか,なんかそう考えるとそのビクトール・フランクルとか言ってる場合じゃないなっていう感じもわかるじゃないですか。もうこれはさ本当に本人の実感としてなんか人生の外れくじ引いたっていう感じがもう実感以外の何ででもないと思うんですよで、まあ、ここには記事の中にははっきり書かれてないけど多分さお母さんがさ何かしらこうアルコール依存症だったりとか、ね、そういう過程でねでお母さん家事もできない。 でお母さんは自分という人間がいるから生活保護が、えー、と世帯が弟もいるから3人分もらえるから生活維持できるけど自分が大学に行った瞬間生活保護が減るじゃんかとっていうそういうお母さんのもとで育つということじゃあ彼女がその同世代の、ね、両親離婚してなくて専門職とかについていてそういう子たちと、ね、同じ大学に行っても渡り合えるはずがないですよね。ななんていううかな本当にもう鉄あれをさ ぶら下げててメートル走ってるみたいなもんだからおこの本当にこういうハンディキャップをあの個人が背負わなければいけないっていうことでこれはいや人生ってそういうものだよ昔からそうだよっていうそういう話だけでも僕はないと思うやっぱりこの記事も書いてるようにあの政治とかあのなんていうかな仕組みっていうものの限界っていうかあの 例えばその大学生のもその世帯の生活保護受給の対象にするという法律さえ通れば彼女はこんなここまできつい思いをしなくて済んだかもしれない夜の仕事に行かなくても済んだかもしれないわけですよ。でもそれに対して政治家が、まあ、声を上げている政治家もいらっしゃるんでしょうけど大部分の政治家ってさ考えてみたらさ2世が多いから。 結局、その資産1億みたいな家の人ばっかりが政治家なので、こんな人たちの悩みなんて分かるわけがないって彼女自身が言ってるけどね。で、それはやっぱり、その、強者はもっと強者になっていって弱者はもっと弱者に追い詰められていくっていう、この状況を本当にこう、日本でどこかで止めないと、 逆に言えばそこまで格差が固定してしまうことによって何が起きるかというと、まあ、ある社会学者の人が言ってるんだけどある一定値以上の格差が固定されると3つのことによってしか人類はそれを解消できてこなかった1つは飢餓つまり餓死して弱者が死んでいくことそして人口が減って問題が解決するっていう道が中世とかにはあったもう1つが革命 暴力革命がが起きて政府が転覆する最後が戦争この3つしか人類,人類史を振り返るとこの大きな格差っていうものに対する解決策ないんだってって考えると僕その3つとも嫌だからだとしたらやっぱりこの仕組みを本当に変えていかなきゃいけなくてそれは賢い富の再分配っていうのがすごく必要だしそして結果の平等ではなくて機械の平等っていうのが必要だしで今の記事を読んだ 読んでも分かるようにどう考えても機械の平等すら与えられてないじゃないですか。ね、なのでこの部分や、まあ、僕は本当に大学無償化したらいいなとは思ってますよ。 あのこれは僕が子供が2人入りてとかっていう、そ,のそれを除いつだからあの、だから言ってるのもあるよ、もちろんそうだ。そうなったらありがたい。だけど、それだけじゃなくて、社会全体のことを考えたときにあの、大学無償化達成できている国ってあの世界にあるんですよ。えっと ヨーロッパのねアイ,アイスランドとかもそうだしね,、えー、とね他にもね事,事実上大学無所の中になってる国っていくつかあってで、まあ、アメリカではバーニー・サンダースがそれをやろうとした。でえー、とそれはねあの実際 国家予算でいうとあの、ねあのー、昨今あの防衛費を2%問題ってあるじゃないですか防衛費今1.5%かななんだけどそれを2%に増やそうということをウクライナ危機の後に特にその高市さなえとか、まあ、あの安倍さんも言ってた、ね、生前はでそういう、まあ、右派の政治家を中心に防衛費を2%に引き上げないと、ね、ち中国に攻め込まれるみたいなそういう議論がうーん いだに盛り上がってる,人もいるでもそれは国防というのは国防ですごく考えなきゃいけないんだけどあのでもねこのね2%に増やした予算ってどれぐらいの規模かっていうとえっとね大学無償化に必要な経費の2倍なんだってこの軍事費の国家予算の0.5%って。だから大学無償化って実は本気になれば余裕でできるんですよ。ででもなぜできなぜきいかそれは まああれですよねやっぱりシルバー民主主義っていうのは大きくてあの議員の人たちはどうしても次の選挙に当選しないといけないからたくさんの票をもたらしてくれるまあ主に団塊の世代の人たちとかあとは業界団体とか日本医師会とかそういったところの利権を優先しこういう声にならない声っていうのはなかなか 法律として通しづらいっていう、そういうバランスで大学無償化が遠のいていくっていう、そういう状況なんですよね。で、これがまあ社会のことに関して。で、もう一個が文化のことに関してなんだけど、これもう24分いってるから、ちょっと長くなるんだけど、申し訳ないね。で、なんだけど、あのもう一つの記事もまた別な角度から言ってて非常に面白かったんで、あこれもね、7月7日の、今年の7月7日の記事で、えー、with o オンラインっていう、まああの、 の媒体の記事で、えっとブレイディ美香子さん。これ、僕、あの、なだっけ、他社の靴を履くっていう本。え、今年の春に。 一人ビブリオバトルで紹介しましたけれども、これの著者ですね。で、エンパシーっていう、アナーキックエンパシーっていうね、概念を、えー、その本の中で言ってた、ブレイディ・ミカコさんっていう、まあ、イギリスに住む人なんですよね。で、この人が書いた、なぜ日本で親ガチャという言葉が広まったのか、ブレイディ・ミカコが語る日本とイギリスの違いっていう、えー、こういう記事です。非常にこれも、この記事も本当に良かったんで紹介しますね。えー、読んでいきましょう。人種差別や貧富の 格差が広が広るイギリスの底辺中学校に通う息子の日常を綴った累計100万部を突破した「僕はイエローでホワイトでちょ,ちょっとブルー」えー「新潮社」これ以下「僕家」という風に訳し,しますとでこの著者のブレイディ・ミカコさんは1996年からイギリスに渡り一貫して「 格差社会の現状を描き続けているそんなブレイディさんの最新作「両手にトカレフ」これポプラ社から出てるそうです「えー、両手にトカレフは」は、えー、初となる長編小説「僕家」では書けなかった、えー、現実を超えるリアルに挑んだというブレイディさん本作の刊行を記念して全4回にわたってインタビュー、えー、本作に込めたものそして日本人が変えるべき意識とは っていうでインタビュアーがこう聞くんですね「シンパシーはかわいそうな立場の人や問題を抱えた人自分と似たような意見を持っている人々に対して抱く感情でエンパシーは自分とは異なる思想や信条を持った人かわいそうとも思えない立場の人たちの感情や経験を理解する能力のことだと僕家にも書かれていました」。これはあの他者ののの靴を履くくで、えー、結構詳しし僕解説してますので興味のある方はシシンンパシーとエンパシー の違いについてはそちらをご参照くださいでこれに対して えー、ブレイディ・ミカクさんこう答えるんですね「シティズンシップ教育」「他者を尊重しながら市民として社会的な役割を果たせるようになることを目指す教育」「については僕家」でも随分書きましたが広い視点で物事を見られるようにならなければという意識がイギリスではとても強いんですそれは日本と違ってさまざまなルーツを持つ人たちが一つの教室一つの社会に集まっているということももちろん影響しています例えばウクライナ問題で学校を ウクライナ問題を学校で話し合うことになったときその教室にはロシアから来た子もいればウクライナやベラルーシから来た子もいるかもしれない一方的な視点で物事を語ることはどうしたってできないんです私も親しいイラン人の友人がイギリスがシリアに爆弾を落としていたときはこんなに報道していなかったのにというのを日常的に聞く機会があります ねだからウクライナ戦争はすごい報道するのに、えー、ねイギリスが、まあ、アメリカに同調してシリアに空爆してた時はなんで BBC あんなに沈黙してたのっていうことを、まあ、イラン人のイギリスに住む人が、えー、ブレイディ・ミカコさんに言ってくるとでそんな風に、えー、子供の頃から生まれ育った、えー、背景によってさまざまな視点があることを知り異なる価値観を持つ相手と話し合うことは個人の視野を広げるだけでなく自分とは無関係に見える他者にも手を差し伸べ社会全体を変えていくことにもつながってい いくのだと思いますでインタビュアーが「両手にトカレフでもミアがミアってまあ主人公ね僕これまだ読んでないんだけどミアが家庭の問題について誰にも頼ることができず一人で抱え込んでいたことで状況を悪化させていきましたし個人の問題を社会全体の問題と捉えることも大切なんですね」これがさっき言ったシーライト・ミルズのね社会学的想像力っていう、まあ、専門用語では言うんですけどそうですよね「It takes a village、え」ー「子供を育てるには村が必要」ということわざがあるようにもとも 元イギリスでは子供は社会全体で育てるものだという意識が強いんですここのねこの一行本当に大事だと思うんですよあのだからあの親ガチャっていう言葉の背景にはその格差社会っていうのともう一個隠れた要素が重要な要素があってそれが個人主義なんですよでその自民党がねあのやっぱり その憲法改正草案に書いてるように、えー、と家族は家族を助けなきゃいけないという義務を憲法に書こうとしてるんですよね。に自民党でその限界にも言ってることって何かっていうと国家に頼るな行政に頼るなってことなんですあなたの、ね、家族がアルコール依存症になったらあなたの家族で解決してくださいってことなんですよ。でこういうい社会って だとやっぱり親ガチャになるよね他にだって助けてくれる人がいないんだもん隣人が助けてくれないんだもんそしたらもう親で全てが決まるってなっちゃうじゃないですかだから親に負わせるものが日本って多すぎる大きすぎるんですよで実際これ数値的にもそうで ODCD OECD 32カ国かな、えー、国中、えーとね、日本ってね国家予算に対する教育に対する支出,支出が最低レベルなんですよねでなんかね本当に信じられないぐらい低くてなんか本当にカザフスタンの次みたいななんかそんぐらいなんですよ割合にしちゃうとだからそれぐらい国家が、ね、国,を国が子供を育てるっていう意識が低くてだじゃあ教育にかかる金は日本って高い方なんですむしろ。 じゃあこの差額っっっってててて誰がが払払るるかっていうと親が払ってるんですよだから国家は何もせずに親が全てしてる国が日本なんですこれ数字的にもそうなんですよ、ね。でこれが僕は親ガチャっていうところまで人を追い詰めるなんかもう一つの要因なんだと思うんですよ格差ともう一つね。だけどこのイギリスってイギリスのこのことわざ本当にいい言葉だなと思ったんだけど子供を育てるには村が一つ必要だと。学校だけじゃダメだ親だけじゃダメだ村全体が必要なんです。 It takes a village これめちゃくちゃいい言葉だと思いますよね。で、えー、続き読みましょうか。だから育児放棄や虐待を疑われるとすぐに子どもを保護しようとソーシャルワーカーが介入してくる。作中にも書いたように、緊、え、縮、ー、財政に、緊縮政策によって人手が足りず、目の行き届かないところもありますし、保護されれば万事解決というわけにもいかず、施設に入れられたり、里親に預けられた子どもたちがまた別の問題に巻き込まれる場合もあるのも確かなのですが。 それでも日本には子供を育てるのは親だけという感覚が強すぎる気がします僕もそう思いますこの本でもミアは過去に友達の母親であるゾーイにあなたの家の子供にしてもらえませんかと頼んだことがあります断られたことで心を閉ざしてしまった面はありますがそもそもいくら親切にしてもらえたからといってそんな頼み事をするという発想が日本の子供にはあまり生まれないと思うんです ね、親という牢獄に閉じ込められたらもうそこでおしまいっていうやっぱりこの日本独特日本独特のやっぱ要因ってあると思うんですよね。で、えっと、インタビュアーが来るんですねどちらかというと他人に迷惑をかけてはいけないという意識が強いですもんね。ほ、ねえー、本当にその通りなんですよね。で日本のねやっぱり学校、えー、っと親が一番よく使う言葉が人に迷惑をかけてはいけませんじゃないですか。でこれインドの話でインドの親は違うことを教えるんですよね。あなたはかな 必ず生きている以上人に迷惑をかけるのだから人に迷惑をかけられても嫌な顔をしちゃいけませんよ助けましょうよこれがインドの親が教えること僕は後者の方が社会を豊かにする考え方だと思います、えー、でブレイディ・ミカコさんはそれに対してこういうんですねでもミアのようにソーシャルワーカーの介入する家族がたくさんある地域,地域に住んでいると必ずしも親が子供を育てなきゃいけないわけじゃないという意識が自然と根付くそれは全ての物事を最終的に家族に帰結させようとするに 日本とと違うところですね日本人はエンパシーよりもシンパシーの文化の方が強いだから自分とつながっている人たち特に家族に対しては強固に感情を委ね身内で何とかしなければと考えてしまうでも「絆」という漢字は糸が半分と書きますよね。 ガチガチに結びつくよりも半分ちぎれている糸をつかんでいるくらいの関係の人たちと緩やかにたくさんつながっていた方が物事は先に進んだりする。近年親ガチャという言葉が使われるようになりましたがそれもまた家族にすべての問題を帰着させようとするからなんじゃないかという気がするんです。 確かに。とインタビューがで、ブレイディさんこう続けるんですね。ここ数年で幼い子供が虐待死してしまった事件がいくつか起きたと思うのですが、イギリスだったらもっと初動の時点でソーシャルワーカーが介入して保護されているはずなんです。それなのに保護が遅れて行政の不手際で状況が悪化することもあるというのは言ってみれば国ガチャ、政府ガチャで起こる不幸であり、不運です。そこに生まれてしまったということ自体は自分では変えられないという意味では、国家や共同体も 同じであるはずなのに家族意識の強い日本ではなぜか原因を親にばかり求めてしまう貧困にしても10代の生きづらさの話にしても毒,毒親だったんだからしょうがない苦しむしかないんだみたいに帰結させてしまうもちろん子供を苦しめる親の責任もありますが家庭の外にも苦しんでいる子たちを助けたいと思っている大人はいるし外側の人たちが背を手を差し伸べやすい仕組みも必要ではと思います インタビュアーが助けたいと思っても家族の問題だからと締め出されてしまうケースもありますしね。えー、制度の問題でもありますが意識の問題でもあると思います。子育てなんて本当に半分ちぎれているくらいの緩いネットワークをたくさん持っていた方が安全なんですよ。ミアの母親だってゾーイやソーシャルワーカーのように外部から手を差し伸べてくれる人がいたからどうにか生き延びてこられたわけで唯一無二の親友がたった一人いたところでその人が病気になってしまった。 たらやむを得ず引っ越してしまったら積んでしまうような状況は避けた方がいい実の親よりも子育てが得意な人は周りにいるかもしれないし親だって子育ては苦手でも別の分野でものすごく貢献できることがあるかもしれないそれを良しとする意識を社会全体で育てることも必要なんじゃないかと思います何でもかんでも家族の中で処理しろ 親や子供が自分で抱えろ出なければ家族もろとも滅ぶしかないみたいな社会はやっぱり苦しいと思います、えー。改善するにはどうしたらいいんでしょうか？えー、こう答えるんですね、えー。最近よく言われることですが、真に自立した人というのは依存先をたくさん持っていますよね。 足場がたくさんあるからその一つが壊れたり失われたとしてもぐらつ,つくことはない助けてくれる人が大勢いるということは恵まれているようにも見えるかもしれないけど個人の努力でそうできなくても、えー、行政や民間団体がそういうシステムを作るお手伝いをすることができる私自身そういうことをしている慈善団体の託児所で働いていましたからそうすればたった一つのものを大切にしがみつくのではなく広い視野から可能性を見いだす ことができるるようになるもちろん助けを求めるためには相手に対する信頼が必要なのでそう簡単にはいきませんがその信頼関係を築いていくためにもやはり子育てを家庭内に閉ざさず他者とのコミュニケーションの中で行うことが必要うるさいとムカつくような人もいるけど。 本当に困っている時に泣けるような支援をしてくれる人もいるその体験の積み重ねがやがて社会全体への信頼につながっていくのかなと思いますというまあこの記事すごくいい記事だなと思ったんですよねで、まあ、この問題って是枝監督がねずっとこの問題について考え続けた人で まずその「誰も知らない」っていう映画ではまさにそのね 本当にアルコール依存症というか、まあ、男をひとっ取っえひっかえっていう生活力のない母親の元で、えー、腹違いの兄弟たちが自活していくんだけど最後は悲劇,悲劇を迎えてしまうこれもあの実話に基づくね実話モデルにした映画ですよね、えー、でもその中でそのコンビニの店員だったりとか、ね、子供が、えー、深夜のコンビニのね、えー、消費期限の切れたゴミを漁ってそれを、ねあのー、食事にしてるってことを コンビニの店長はみ見て見ないふりをしてえでもあの子たち大丈夫かなとは思うんだけどその優しさが最後の一歩踏み込まないんですよね。で最後の一歩を全員が踏み込まなかったことで悲劇が起きるっていう構造になっててこれがその。 子育て It takes a village. です、ね、子育てには村全体が必要という意識がいかに日本がないかってことですよね。他者のことは他者のこと自分のことは自分のことっていう、まあ、この自己責任社会っていうかだからその自民党のその理想ってなんか家族全統的家族像家族助け合いましょうなんか美徳みたいに聞こえるんだけど裏を返すと他人の家族はどうでもいいっていう悪徳でも僕はあると思うんですよね。だからここの問題やっぱ日本がこれ以上そういうい 家族個人主義みたいな、えーね、家族自己責任主義みたいな方向に行くと本当に僕は怖い社会になっていくなと思います。で是枝監督その後にも、うん、例えばそ「そして父になる」っていうのはその、えー、と親を親たらしめるものは血縁なのかそれとも絆なのかっていう話で最後は主人公は血縁を選びます。えー、だけどもも、えー、監督はき、えー、血縁以外にも親が 親でっってていいいいんじゃないかっていうでそれをさらに突き詰めた作品が「えー、万引き家族」ですねあれはその血縁も何もない虐げられし者のアジールっていうか居場所っていうか助け合いの共同体疑似家族というものを描くことでこの社会が本当にあのねあの追い込まれて詰んでしまう人たち。 が、こういう形で連帯していかなければいけなくなっちゃうよっていう、あれ風刺なんですよね。だからあの映画を持って、いや、日本人を万引きするようなえ民族だと思わないでくれとかって、百田が言ってて、バカじゃねえのと思ったけど、本当に違うのよ。日本危ないよっていう、小枝監督の日本への愛なのよ、あれは。ね。で、この、 その親ガチャっていう言葉を若い世代に言わせてしまっているっていうのはこういう自己責任社会を作ってきた我々の大人たちの責任だからじゃあそれどうやって変えていくのっていうのは本当に我々声を上げていくっていうのも必要かもしれないしあるいは政治家になって本当に法案を通すっていうのもいいかもしれないあるいはまたあのまあ僕らのね教会練馬グレースチャペルでもクレヨンっていう実践をしてます。それはその子供食堂 的な、えーね、コミューンでです、えー、すごくですね本当に来る方々本当に子育てでワンオペを育児で本当に追い詰められた方がそこにね救いを見いだして本当に素晴らしい働きを本当にボランティアでやってらっしゃるんですよね。でこういうものが網の目のように組み合わさる時に僕は何て言うのかなこういうね最初に出てきた21歳の追い詰められた3 0キロまで痩せてしまったこの方の救済っていうかそれはなんかそういう網の目って そして制度の変革そして意識の改革そういったものが組み合わさった先にしかないのかなないいいのとうに思いますであの僕「素晴らしき世界」っていう映画ね以前紹介したことありますけどもあの映画もそういうその個人の責任その人の何て言うのかなその人が今こうして生きづらいことっていうのがその人の責任なのかたとえ100%その人の責任だったとしても やっそういうことにしか僕は何て言うのかなそういうところに逆に言えば希望があるんでそういう希望をキリスト教は僕は語っていくべきだと思うところがキリスト教もなんか自民党に輪をかけて個人主義的な ね風が吹いてるところもあるまあそういう問題を僕は指摘したくてビリー・グラハムの本をプレミアム放送でちょっと紹介しているところもあるんだけどねちょっと今日長くなりましたけれどもこの2つの記事を紹介することでちょっと親が親ガチャという言葉についてあのしっかり考える一つのなんかええー 助助けけけににしししててくれればなないいただけただら嬉しいなそしてまた、まあ、この問題についてはこれからも僕もあの考え続けていきますのでまた面白い本であったりとかが出てきたら紹介していきたいと思いますのでその時にはよろしくお願いしますプレミアム放送の方も、えー、買ってくださったら感謝です、えー、ということでまた来週の自由間人内でお会いしましょうさようなら